緑のユニフォーム岩手県代表遠野高校対白のユニフォーム滋賀県代表草津東高校。まずは開始早々、草津東がフリーキックのチャンスを得ます。壁は3枚、遠野高校。藤原が蹴った、ふわっとしたボール、ヘディングシュート、弾いた、ボールどうだ、キーパーはアウト、右にわずかに外れました。そして何といっても落合さん、はい、話題は東北勢が今回3校残ってるんです ね、 ですよね。過去になかったと思いますよね、さあ川崎メイクでシュート、決まってゴール、先制点は遠野高校、1年生の川崎、前半の27分遠野高校が1点先制、32年ぶりのベスト4を目指して、先制点は1年生川崎のゴール、遠野高校、草津東のディフェンスを破った。さあハーフタイムまで前に同点に追いつけるか、さあ前が空いた、9番の森、キーパーがやらした、一度当たり、ナイスセーブを見せました9番、今大会絶好調の森のシュートを止めた一の渡りです。そして迎えた後半、白のユニフォーム草津東、まずあっとディフェンスをかわしきれませんでした、悔しがる9番の森。後半の20分が経過しています。得点1対0、遠野が攻め込んで川崎、1年生の川崎がまた迷わず打ってきましたたくましいです ね今のも左に流れていって、はい、草津東が攻め込んでいきますが、これはコーナーキックに変わりました。すでに後半の20分を経過しています。残り20分前後の攻防になります。内林のキック、神崎が上がってきている、神崎にアウトヘディング、どうだ、決まりました、決まりました、同点です。神崎のヘディングシュート決まった、ゴールライン埋まりました、草津東高校同点、後半の21分。さあ手元の時計は残りあと1分を注そうとしています。7番の大見、クロスが上がった、向こう側内林、どうか打てるか、振り向いてどうするか、ボールを食べて中に入ってシュート、決まったゴール、ロスタイムは1分と表示されています。目安、ボール前来た、キーパーが弾く、このボールは生きているコースを戻した、シュートを打った、打った、同点のチャンスを逃した。そしてここで今長いホイッスル、草津東高校、去年の雪辱なる初の準決勝進出、国立進出なりました草津東高校。